どうもいつもです。はい、今回は食卓シリーズの最後ですね。3回目です。はい、今回はこの今見てるようにテーブルと椅子の一緒に描く方法をご紹介したいと思います。じゃあ早速やっていきます。はい、まずはですね、横線を引きます。はい、横線を引いて、で点をだいたいここぐらいに打っときます。はい、でこの線の下の方にテーブルを描いていきましょう。テーブルの描き方を1回目の動画を見ている方ならわかるかと思います。はい、テーブルを描き終わりました。でそれで今度は椅子ですね。椅子を描いていくんですが、椅子はどうしていくかと言いますと、椅子は2脚ずつ、並んでいるような感じで描いていくので、ちょっとですね、このテーブルの下のこの四角がありますよね。はい、これをちょっと目安にそばの方に正方形を描いていきます。正方形でもちょっと遠近法が入っている正方形ですね。で一応この四角はありますよね。テーブルの下の四角、これを半分にします。だいたいこの線で例えてここが真ん中だなっていうところにちょっと印をつけます。でそっから真横に平行線を引きます。はい、こんな感じですね。皆さんは定規とかでやってください。でこれを目安に四角を作ります。この四角が椅子の場所なんですね。椅子を描く、はい、なので椅子なので、前回長方形を描きましたよね。それですね、それを描くためにやっていきます。点の線からこうやって線を引いて、でこのようにまた横線を引いて、でこれで正方形ができてますよね。4つの正方形ができました。テーブルの高さよりはちょっと上かもしれない、このぐらいというような感じで、でまた点の方から線を引きます。ちょっと今回はややこしいんですけれども、1回目2回目の動画を見てる人だったら大丈夫です。もし見てない方はちょっと見てください。はい、今回はこの下のこの椅子のこの四角をどうやって描けばいいのか、そのやり方をご紹介しました。じゃあちょっともうこれ、この描き方さえ分かればもうあとは、2回目の椅子の描き方の動画をこれを基準にして描けばいいだけです。ちょっとややこしいようですが大丈夫です、できます。はい、じゃあこの後はもう2回目のおさらいと同じなので、あとはもう説明せずにちょっと自分が描いていきます。はい、どうだったでしょうか。今回はちょっとややこしくて、また自分も説明が下手だったものでなかなかちょっと伝わりづらかったかと思うんですけど、自分が今回の動画で、ご紹介したかったのはこの下の青い部分の線ですね。それの、椅子の部分のこの四角の描き方、これさえ分かれば椅子をテーブルと一緒に描くことができる
ということをご紹介したかったことです。はい、はい、最後までご視聴ありがとうございました。自分は自分の描き方スタイルがありまして、それへのメイキング動画なども多数投稿しているので、もしよければそちらもご覧ください。